たける心を殺すことある。今回の動画は福岡県のマユミックスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。窓辺に集めた銀色のコイン、会うたび重ねて約束したのさ。忘れかけてゆく優しいぬくもり、とても悲しいね。光をなくして約束も鍵も手紙も思い出の空に話そう。さよなら、手のひらから伝わる愛、心を溶かした帰りたい。名前のない時の中で二人夢を抱きしめてた。何も話さないと信じていたあの頃に。久々さんですか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこれ義足なんですか。あ、義足です。でもちょっと義足で、はい、膝から下が義足って感じですか。ここまで足があるんですよ。あ、なるほど、なるほど。はい、だからここから下を切断しました。じゃあ、なんていうんですかね、ふくらはぎの、真ん中ぐらいでっていう感じ。そうです、そうです。あ、で、その、手前はここまで。じゃあ、手のひらまではあるって感じですか。そうです、そうです、そうです。指がないってことですね。指がないんですよ。あ、そうなんですね。あ、こういうのはいけるんですか。あ、いけます、全然いけます。男性ならそう、ファンの方から推薦があったと言いますか、熊本にこういう人いますよってことで、あ、ぜひぜひお願いしますっていうので、ちょっと紹介していただいたというか、仲介していただいたと思います。ありがとうございます。まゆみさんですよね。はい。もうめっちゃ嬉しかったです。来たとき。実際は、何歳で、はい、どんな活動をしている方なんですか。私は今、44歳なんですけど、はい、まあ、活動っていうか、はい、まあ、一曲なんですよ。はいはい、一主婦で、旦那の会社の事務のパートをして、はい、子育てを楽しみながら、SNS で元気を発信してるみたいな。さっき言ったことあるの？あ、違います。あの子は、私今、挑戦してることがあって、はい、そのなんか、メンバー、サポートメンバーみたいな。何のことですか？今年の12月に、ホノルルマラソンに、親子で、こう、チャレンジしようみたいな。はぁ、マラソンのサポーターみたいな感じですか？そうです。今、クラファンを立ち上げたりして、私何もわからない一主婦なんで、いろいろみんな、こう、アイデアをくれたりとか。あぁ、そうか、その、ハワイへの渡航費とか。渡航費とか、まあ、見せ方とか。どうやって集めるとかいうのをよく話し合ってくれます。そうです。久々さんは今のその体の状態になったのは、いつからなんですか。私は、40歳と1週間目で突然意識不明になったんですよ。だから4年と今ちょうど9ヶ月前です。それまでは、どんな生活だったんですか。人生的にはずっと熊本にいたんですか。あ、もうずっと熊本育ち、熊本生まれでしょ。で、普通に主婦して、まあ、子育てをめっちゃ楽しむちょいと元気なお母さんみたいな。何人お子さんいたんですか。2人です。娘2人。娘の2人で、旦那さんは、どのぐらいの年齢というか。旦那は1個上なんですけど、まあ熊本ひごもっこすみたいな感じで、子育て一切手伝わないみたいな、お酒好きでみたいな、家にはあんまり帰ってこないみたいな感じの旦那です。はい。お子さん何歳の時ぐらいにそういうその急に意識不明になったんですか。ちょうど6年生と5年生、年子なんで
6年生と5年生の時に、意識不明になったんですけど。もう、混ざって倒れるってことなんですか？いや、なんか突然、子供がチアダンスをしてるんですよ。で、その練習場がだいたい1時間ぐらいかかるところにいつも送迎してたんですよ。行った時に、もうめっちゃ寒くなったんですよ。寒いって。で、寒くなって、まあ、1時間ぐらいレッスンがあるから、でそれで待ってて寒いって待ったんですよ。で、終わったんで、でも暖房をガンガンにして、子供たちは練習終わったばっかりで暑いのに、私が寒いから、もうガンガンにして、もう震えながら家に帰ったんですよね。で、やっと着いて熱を測ったら40度だったんですよ。やばー、熱出たなーと思って、やばーって。でも寝とけば、私病気したことあんまなかったんで、寝とけばいいどうみたいな。で、寝てたんですよ。もう、薬も別になかったんで、とにかく冷やしながら寝てればいいかなと思って寝てて、で、次の日パッて目覚めたら、旦那が帰ってきてたんですよ。夜はいなかったけど。で、そこになんかリビングに座ってて、病院行こうかって言うから、いいて、寝とけば治るけんって言ったけど結構きつかったんですよ。でも行かんって病院行った方がいいよって言うけん、行こうって言うけん、病院に行ったんですよね。そしたら先生からは胃腸炎って言われたんです。胃腸炎で40度の熱が出てるっていう。はい。で、点滴をして、点滴が終わったんで、お家に帰ったんですよね。そしてそれでももうきつくて寝てたら、旦那がお前顔に斑点が出てるよみたいな。私も顔とか見てないからわからないけど、先生に電話して斑点が出てるんですけどみたいな。でいやちょっと待ってくださいって、じゃあもう多分診察の時間が終わってたんで途中で落ちちゃいましょうみたいな。で先生がこうやって呼び寄るけん行くばいって言われたけど、もう突然足が痛くなったんですよ、両足。で、間違えたいって言って、でも行かなんけんっていうことで、行ったら、その先生がもうすぐに救急病院に行ってくださいって。うん、で、僕が電話してきますからって言われたんで、結構近くだったんで、救急病院に連れて行ってもらって、で、そこから、どのくらい経ったかわからないけど、私たち救急車で行ってなかったんで、なんか手続きをしたんですよ、旦那も。こう受付みたいな。でも私も足が痛くて、もうロビーで大声でもう、痛って叫んでたら、先生が出てきてくださって、で、ベッドに乗ったまでは覚えてるんですよ。でもそこでも意識不明になって。意識不明で、どんぐらい後に意識戻ったんですか？多分10日だったと思う。10日間意識ね。はい。10日間って言われました。久江さんがその起きた時はどういう状況なんですか？起きた時はもう口に管が通ってて、もう体全然動かなくて、もう上しか見れなくてみたいな感じだったんで、自分も何が何だか分かんないんですよ。個室にいるんですか？救急？いや、 ICU にいました。 ICU だ。はい。で ICU で目が覚めて、でそれ自分がどういう状況かっていつ説明を受けるんですか？その10日間意識不明だった後に。後に、なんか多分今思えば3日間管が取れなくて、で何もこう話せないじゃないですか。外れてからも多分薬が強いと思うんですよ。で透析もされてて、だからそれがもう今でさえ現実なのか、なんか幻覚なのか、はっきりしないんですけど、だからそれから多分2週間後ぐらいに、初めて切断しなきゃいけないみたいな。へえ。になって。それまではだからめちゃめちゃ健康体。そうです。病気知らずの、もう本当に病気とか無縁の普通の主婦でした。でそれで10日間意識不明になって、うん、さらにそこから2週間、うん、人とは喋れないみたいな。なんかもう何が何だかわからないみたいな感じ。でそれでその切断しなきゃいけないっていうのは、もうベッドの横に先生が来て説明するみたいな感じなんですか？なんかその前から自分まず動かせなかったんですよ。だけどなんかその2週間ぐらい経ったら、なんか自分の手に包帯とかぐるぐる巻いてあるんですよね。なんだろうって思ってて、
リハビリの先生がこう動かしてくれてて、見たらもう折り曲がってて真っ黒だったんですよ。指か。はい。だからもう壊死してて、で先生が一生懸命動かそうとしてるけど、もう分かるんですよ、感覚がないから。それ無理じゃねっつって。で真っ黒で、もう切断しなきゃいけないってなって、でも足は動いてたんで、こうやって動かせてたんで、まさか足はと思ったら足も切断、壊死してるから切断しなきゃいけないって言われて。でもその10日と2週間、だから、まあ、約1ヶ月ぐらいの間で、壊死してたんですか、両方とも。そうです。まあ、多分、なんかその私の病気が、電撃性紫斑病っていう病気で、肺炎球菌が血液の中に入ってしまう病気で、大体もう一瞬で回ってしまう病気らしいんですよ。だからそのあれを止めないと壊死が進むわけですよ。全身腐ってたらどうみたいな。そう。だから私はここで止めてもらった感じなんですけど、もうひどい方になるとやっぱ鼻ももげるみたいな。先端から行くんですよ。だから私はここで止まった。で鼻も、まあ、若干、こう、残った、こう、やけどの跡みたいな、ケロイドみたいになってしまったんですけど、まあ、残ったっていう、そういう病気でした。そっか、それは、なんで、その、ばい菌、血液に入っちゃったんですか、はい、だから、それが、先生曰く、たまたま疲れてたか、たまたま免疫が落ちてた。だから大体私たちの年、私44でしょ。だからちっちゃい子か、もうお年寄りの方かがよく肺炎球菌になるらしいんですよね。だけどこの中間層は免疫を持ってるから普通に菌をもらっても対処できるんだけど、本当にたまたま疲れてたかが免疫が落ちてたかで血液に入ってしまったんだよねって先生から教えてもらって、宝くじに当たったような気持ちになってそうです。その切断みたいなのは、まあまあ、いきなり言われた時にそんなパニックって感じで受け入れられるものなんですか。いや、まあ、切断もしたことないしどんなものかもわからないけど、もうあの頃はあ、そうなんですねって感じでした。なんか分かってないんですよ、全然。ああ、そう、大変さを、大変さというか、その切断っていう意味も多分分かってなかったんだろうなとか。だからずっと、なんで私はここにこう寝てるのが続くわけじゃないですか。体も動かないし。だけど切断ですって言われて、あ、そうなんですねみたいな感じで思ってて、まあ、切断しても現実にこう戻されたみたいな。切断するとやっぱその全身麻酔とかするんですか。そうです。そう、その時もじゃあ一応意識ない中で切断されていくみたいな。そうなんです。で、足と手が一緒の切断だったんですよ、もともとは。一緒に切断します。そう。でも、もう皮膚がぐちょぐちょで、もうこれも一回もうめくれてみたいな、うん、手が縫い合わせないみたいな、うん、ぐちょぐちょすぎて、うん、だから足から切断しますって言われて、まず足から切断したんですよ。足を切断した後に、まず、痛み止めが入ってなくて、目覚めたらもうほんと気が狂いそうなぐらい足痛くて、もう痛いって叫んだら、もう痛み止め入ってませんみたいな感じで、で、言ってもらって、そっからもう本当に地獄で痛くて。で、それがまたもう一回来るじゃないですか。手で。もう私もそれがもう、本当に初めて、あ、これが心が折れるんだなっていうのを知ることになるんですけど、まあ、そこから結構早かったんですけどね、回復は、自分の心の。一回落ちるんですけど。足痛いじゃないですか。うん、次、手は何日後にやるんですか。ですね、10日後でした。で、一応10日で足の痛みが収まってきたなみたいな。でまた手やったらまた10日かかるんですか。かかります、かかります。マジでもう、本当に痛かったです。心が折れるってのは痛みに、それとも足がなくなるっていうことに。いや、あの時は多分痛みだったのかな、どっちだったのかな。ダメだと思ったんだ。生きていけない。
って思って、あの主治医の先生にですね、私はどうやって生きていけばいいのって、どうしてあの時死なせてくれなかったのって言って泣いたんですよ、泣きじゃくって。で、泣いてたんですけど、その頭痛後のおにぎりが届くんですよ、あの病室に。で、私めちゃめちゃ泣いてたんですよ、マジで。もう死にたくて、死ぬってワンワン泣いてたのに、私無意識におにぎりを食べるんですよ。で、旦那がその時に、私がほらめちゃめちゃ泣いてたからちょっとびっくりして、え、おにぎりは食い伝えって言われたんですよ。それで笑えたんですよ。いや、食うよおにぎりはって、だってお腹減ってるもんって思った時に、私生きれるかもってマジで思ったんですよ。だから一瞬でなんか絶望になったけど、本当にそのおにぎりに助けられたみたいな。病院のおにぎりですか？そうです、ただの塩おにぎり。だからなんかそれがもう一回落ちてみたいなのがすごい鮮明に今でも。そっからどういうリハビリになってくるんですか？いや、そっからはもうすごい簡単ですよ。あの、そこから私義足とか知らなかったので、あ、なんとなくわかりますよ、なんとなくわかるけど、やっぱ周りにいないから私はもう歩けないと思ってたんですよ。歩けないし、ずっと車椅子なんだろうなって思ってるし、まだ何も自分でできないから全介助なわけじゃないですか。お尻も拭いてもらわなきゃいけないし、まあ、そういう面でも絶望じゃないですか、ね、あ、もう誰かに助けてもらわなきゃいけな い、 みたいな。だけど先生から、もしかしたら義足を履けば歩けるかもしれないねって言われて、えー、ってそんなのあるんですかみたいな。で、そこからもうどん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 上向きになっていくというか。病院でそういうそのリハビリはしてくれるんですか？救急病院ではないですね、うん、でもリハビリ病院に転院する前に、そういうあのリハビリの病院の先生たちが私に面談してくれて、なんか切断部分とか見て、履けるかな履けないかなみたいな判断をされて、ちょっと難しいかもしれないねって言われてて、病院って6ヶ月じゃないですか、あの最高が6ヶ月って言われて、もしもそれで歩けなかったら違う病院を探そうねみたいなこと言われて、分かりましたみたいな。そこの救急病院では義足の型取りまでして、ちょっと歩いもう退院1日前に初めて義足を仮義足を履いて歩くまでが救急病院だったんです。それが2ヶ月間ですね、意識不明から。初めて義足履いて立つときってちょっと怖かったりするんですか？いや、私はもう怖いよりも元の身長の高さの景色に戻ったことがとっても嬉しかったんです。あ、そっか、そうです、なるほど。もうずっと目線がこうじゃん、あの座ってる状態のから、久しぶりに、あ、これこれって、この景色だねって思ったのが一番です。その勝てるけど、やっぱむずいんですか、その前に進むみたいな。いや、むずいです。やっぱり初めてだから重いし、どうやって歩いていいかわからなかったんで、もうとにかくゆっくりでした、めっちゃ。 でもゆっくりは初日から歩けたんですね。歩けました、歩けました。あ、そっからはじゃあ転院というか病院移って、はい、ひたすら歩くみたいな。なんか筋トレと、もうとにかくもう皮がベロベロだったんですよ。やっぱり1ヶ月2ヶ月そんな動かないじゃないですか。もう皮がベロベロで、ベロベロってですね、もう筋肉がなくなって、もうぐにゃぐにゃになってて、だから筋トレから、筋トレと、まあ、義足履いて練習とみたいなのをしました。運動能力を普通に回復させるっていうのがまだ一個あるんですね。はい。この手がなくなったことの練習は何かあるんですか？手はなかなかいらっしゃらなくて、その事例が、その指がないっていう、はい、で、なんかこう主婦なんで料理したいよねってことになって、じゃあ料理どうやってしようかとかいう感じで、いろいろ作ってもらってとか、握る練習とかいうのとかあったんですけど、私やっぱ手のひらがあるんで結構何でもできちゃうんですよね。
やっぱつかめるじゃないですか、うん、だからなんか意外に指はなんかなんとなくできるんじゃないかなっていう感覚で退院しました。手に関しては別に特にそういうリハビリめいたものはないんですか？まあそうか、でも自分でそうか、別に日々動かしてるから。そうです、だからそので、私ここの2センチがマジ奇跡の2センチなんですけど、ここで挟めるんで、結構スプーンとかも握れるし、何でもできるんですよ。包丁とかも、包丁もここで刃を握ってこう最初は巻いてました。で、私左利きなんですよ。うわ、なるほど。神様もほら意地悪好きなんで右手を残すんですよ。ね、だから最初は左でなんかこう作ってもらった自ジョグっていうんですか、ジョグでこう巻いて切ってたんですよ。でもめっちゃ時間かかるから、慣れてくるともうここで刃を握ってこう切るように今はなりました。なるほど。え、そのじゃあ病院でのリハビリ期間は歩けるスペースが早くなったみたいな。あ、そうです、そうです、はい、最初6ヶ月を目安にって言われたんですけど、私2ヶ月で退院したんですよ。お、それぐらいのペースで歩けるようになったんですか？はい。あ、その誰かの手を借りずにというか。そうです。で、夜とかも履いてなんかほら歩き回るから先生がこう持って行ったりするんです。履いてる？履いて、義足を履いて歩こうとしちゃうから、先生がいない時に怪我したらいけないからって言って、私がうろうろしないように先生がこう義足を持って。なるほど。そうか、本人からするともう全然大丈夫なんだけど、やっぱ帰りたいわけですよ、もう早く子供たちの元に。だからもう必死で練習したいっていう気持ちがもうめっちゃ強くて。はあ、で、子供たちはいつ最初対面したんですか、その。切断が決まった時に、で、ずっとインフルエンザで入院してるって言ってたらしいんですよ。わからないじゃないですか、電撃性紫斑病だからとか言って。私たちとか旦那とかも分かってなくて、どういう病気なのか分からないから説明がつかないから、だけど先生にも切断って言われた時に私の口から伝えたいから連れてきてほしいって言って、で、子供たちを呼んでもらいました。どんな風に説明するんですか？いや、私もベッドの上で子供たち入り口にいて、ママ切断することになったからって言って、そしたら多分分からないじゃないですか、え？みたいな。意味が分かってなくて、で、上の子が突然わーって泣き出したんですよね。でもなんかその時インフルエンザがすごく流行ってて、なんか時間が決まってるんですよ、15分とか。だからあんまり説明もできないまんま帰っていった感じですかね。で、その後足は仮装ができるんですよ。足の葬式ってことですか？仮装ができるって言われて、あ、ぜひしたいって、で、なんて指はもう無理って言われて、だから切断した後に取りに来てもらって、で、旦那と子供と3人で骨壺を選びに行って仮装場に行ったんですけど、その後帰ってきてくれて、なんかやっぱり私がもともと明るいから、みんなも明るいというか、仮装場でやっぱダチョウ倶楽部みたいになったみたいな。どうぞどうぞ、スイッチ押すの。おー、誰が押すの？ママ死んでないのにねとか言いながら、そういう風になったんだって言われて、あ、マジでとか言って、して、いくらだったと思うって言われて、え、なんでって言ったら、だいたい6000円なんだってって。だけど足だけだから2000円だったよとか言って帰ってきたから、まあ、そこでまた笑えたし、なんかこうしんみりじゃなくて、そうやって言ってくれたことはもう私もめっちゃそれで救われたというか。明るい家族だったからっていう。そうですね、そういうのはあったかなって今思えば、すごく心が楽になったなっていうのは。その娘さんがその目の前でわーって泣くみたいなのはもうその時ぐらいでというか。いや、もう多分それは私を慰めるつもりで明るく振る舞ってくれたんだろうなっていうのはありますよね。やっぱ帰ってからがもうやっぱり本当の
戦いというか、家族が、だし障害者側と障害者側を持つ家族みたいな戦いはもうやっぱり退院してから始まったのはありますよね、うん、どんなことがこう大変だったんですか、戻ってみて。実際何もかもが、私もう本当自信持って帰ったんですよ。だけどそれは病院だから何不自由なくできるんですよ。やっぱ車椅子いても洗面所は車椅子の高さだし、まあ、ご飯も出てくるしとか。だけど安易に考えてて、家に帰ったら車椅子は乗れないし狭くて、で全然高さは違うしみたいな、冷蔵庫も義足を履かないと届かないしとか、もういろんな面でできないことだらけに気づいて、まず落ち込むじゃないですか。で私がもうほとんど何もできなかったんですよ、帰って。やっぱり最初は、そしたら子供たちもなんかもうなんか普通に会話もできない、なんていうか話しかけていいかわからない、なんか初めて退院してなんかみんなで どっかに行くときにマックを食べようってなったんですよ。でマック食べてなんかママに開けてあげてみたいな、でパッて渡、はいママって渡されて、私こうやって持ってもう食べるじゃないですか。じゃあここにいっぱいソースがつくんですよ。その時に子供がうわ来たなとか言ったのに、もうめっちゃショックで、もうハンバーガーとか食べんとか言ったりとか、なんか一個一個にやっぱまだ傷つくわけですよ。で髪の毛も結んであげられないしとか。でちょうど子供が中学校を受験したんですよ、6年生の時。私が意識不明の時に受験しに行って、で目が覚めたら合格だったっていうエピソードがあるんですけど、でそれでお弁当がいるんですよ学校で。で私作れないから、私の実家に、私ができるようになるまで実家から行こうねみたいな話になってたんですけど、入学して1週間目で帰ってきた時にお家がいいって泣き出したんですよ。やっぱりお家がいいって、おばあちゃんのお家から通ってるのが やっぱり嫌じゃないけど、なんかやっぱ寂しかったのか、もうお弁当ぐらい作れるからいいよって言って、そっからまた気合が入ったんですよ。で最初は卵焼きだけ練習して、あと冷凍食品とか。だからなんか一個ずつ子供たちと一緒に乗り越えてきて、もう最初は卵も何個も下に落とすんですよ。こう両手で取るけどスルスルスルってなってダーンと落ちたりとか、なんかそういうのも一個ずつ一個ずつなんか子供たちと乗り越えてきたり、で車も運転できるようになってきたんで。車とかは一応両手あるし足もあるから、免許は取られちゃうとかそういうことではないんですか。そうです、適性検査に行って、まあ、足は動くけどやっぱ足首がしならないから危ないから手動になったんですよね。あ、そういう車があるってことですね。それを普通の車につけるだけ、はい、したらもう全然 OK ですよってなったんで、まあ、そこからはもう送迎とかもするしみたいな。そこからは別になんか何でもやれるから。ちなみに家の中では義足履いてるんですか。料理するときは履くますけど、もう本当はもう脱ぎたいんですけど。あ、義足はやっぱり履いてると窮屈な感じなんですか。いや、やっぱりだって体の一部に違うものがついてるってやっぱ結構なストレス、知らないうちにストレスはかかってるのかなっていうのは思いますけどな。シリコンのこのなんかソックスみたいなの入ってこれを履くんですよ、義足をね。で私シリコン負けしてるんで、もう痒くてしょうがないんですよ肌にもね。そうだからもう脱ぎたい脱ぎたいなんですけど、脱いだらもうポンコツになるんで、脱ぐ前にみんなに脱ぐよっつって、もう何もしないからねって言って脱ぐんですけど。ああ、だから基本脱ぐときも寝るっていう格好なんですか。寝るかもうほっと一息するか、基本もう全部障害者になる前と同じことしてますから、私家事も育児も。あ、最初だけ旦那が
若干手伝ってはくれたんですけど、もう今はもう元の旦那に戻ってしまったんで、もう全部私がします。します。できちゃうから。そうなんですよ。できちゃうから。でもそれはもう自分の性格知ってるんで、だからまあ1年ぐらいとかはしませんでした。自分から。だって人ってできるって分かればしなきゃいけないじゃないですか。でそれはもう自分の健常者の40年間の経験でもう培ってるんで。だから休めるうちは休んどこうっていうちょっとずる賢さは私持ってたんで、まあその間にこうメンタルがやっぱりあいいかなと思って落ちたりとか、やっぱりまだまだ2年ぐらいまではあったんで、いけると思ってこうなってというのはもう結構あったんで。そういうのってなんかその相談できる相手とかいるんですか、そのメンタル具合というか。いやいや、私もともとそういう人間じゃなくて、やっぱちっちゃい時から、まあ、叩き上げじゃないけど根性で生きてきたような人間なんで。ちなみになんかその結婚するまでは何してたんですか。結婚するまではもう全部夜のお水の花道一本で。そうなんですか。キャバクラとかってことですか。いや、私たちはキャバクラっていうのは普通のスナック高校卒業してみたいな。ですね、私はもともと家が牛乳屋だったんですよ。だからちっちゃい時は牛乳配達とかしててみたいな。で中学校ではお小遣いがないから好きな人にプレゼントしたくて漬物屋とか、休みの期間とかに漬物屋とか働いて、でも高校になったら私たち44年ですから、だからまだ全然そういうほら未成年でも働かせてはくれてたんで。あ、スナックみたいなところで。そうです、そうです。だからもう17からもうずっと行ってました。あ、で卒業したらもうずっとそのスナックで働いてみたいな。一旦なんかそのスナックの会社 の, パチンコ屋の中でコーヒー売る仕事に一旦行ったんですけど、やっぱり飲み屋に戻った感じですかね。結婚したかも。じゃあ飲み屋やってたんですか。いやいや、やめました、はい、最後がもう本当にやめたくて。ちょっと待って、雇われままだったんですけど、給料がもう本当にいくら2万円とか。月で。はい、もう地獄だったんですよ最後。よくそれやってましたね。本当ポンコツバカなんですよ。どういう交渉事とかってことですか。交渉とかも知らない感じなんですか。もう本当に何だろう、本当にバカだったなと思って。その時も雇われままの時ももうめっちゃ私、ちょっと自分で言ってもなんだけど、めっちゃ一生懸命働くんですよ。で、女の子たちもそのまま連れて新しい店に行ったんですよ。で、そこも忙しくて、すぐ2店舗目になったんだけど、オーナーがもうケチで、女の子給料上げてくれないから、もうやっぱ無理だって言って女の子辞めていくわけですよ。もういいよいいよ、辞めていいよいいよって言って。で、意地で残ってたんですけど、もう本当にいよいよダメだなと。もう借金も自分でほら、ママなんで一応なんかね、いろんな挨拶回りとか行って領収書をこう女に渡しても領収書そのまま返ってくるんですよ。で、地獄ですよそれ。そう、地獄で2万しかもらってなくて、もう多分ちょっと覚えてないけどほとんどもらってなくて。よく暮らしてましたね。なんで、うん、だから借金だらけになって、今の旦那が払ってくれたんですけど、だからもうなんか仕事をするのに疲れちゃって。でもその私が救いだったのはやっぱ仲間というか友達がね、みんなほらそうやってワイワイ飲めたりすることも楽しかったし、なんかそれはそれでいい思い出、今でも付き合いもあるし、本当バカってやばいなっていうのはこれを教訓に子供たちに教えてます。ああ、まあそうか、そうっすよね、はい、何でもかんでも言いなりになってたらちょっとね、身が滅びるというか。そうなんですよ。だからそれもやっぱりちっちゃい時から私褒められた経験がなくて、だからやっぱ居場所を探すみたいな感じで、多分必要とされたところで一生懸命やればみたいな感じだったのかなって。あれ、それにつけ込まれちゃったみたいな。そうそうです、そうです、そうです。だからあ、バカだな。お、その必要とされてる感じがないっていうのは、褒められた経験があるというのは、その、どんな家庭だったんですか。なんか私の家庭は
まあ、じいちゃんばあちゃんいておばちゃんいて、でなんかちょっと居候の人いてみたいな。で兄が2人いて、だからそのいっぱいいる人の中で私一番下だったんですよ。もうなんか縦社会みたいな多分感じで認識しちゃって、自分ちっちゃい時から。でなんか感受性が強いから、なんか親がなんかほら、まあ、今となっては分かるんですけど、誰かの文句とか言ってる時に井戸端会議で喋るじゃないですか。でそれをなんか、あ、人ってこんな文句言うんだと思って、で兄の文句とかも言ってて、文句じゃないけど、まあ愚痴なんでしょうけど、でそれを多分私も言われてるなみたいないう感じに多分取ってしまったり、でお父さんはなんかもう理不尽になんか暴力振るうていうか、なんかそういうなんか結構強めな家庭というか、で私の性格が男勝りなんで負けじと行くわけですよ。納得がいかないとなんか従えないというか、だから親が理不尽なこと、なんでそうなの、なんでそうなのみたいな聞いてしまうから全然可愛くないわけじゃないですか。でもこの変わってるみたいな多分言ってる貼られたんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、そうか、でもまあ、まあそれのおかげもあったか、こうちょっとこうタフみたいに、タフな感じだから乗り越えられた、もちろんこのリハビリってことなんですか。もちろんです。やっぱ私はこの障害者になった経験を楽しむための40年間だったんだなっていうのはもうすごく思ってて、だから今の方がすごく生きやすいし、とにかくこう強がって生きてきたんで、気を張って。だから今は本当にできないことできないんですよ。そう、それも言うしかないですよね、できない。そう、だからその環境を与えられたんで、私めっちゃ嬉しいなと思って。最初はそれがマジで言えなくて、これができないんだよ、うん、で助けてこれやってっていうのが言えなくて、自分でこう涙ぐむじゃないけど言えないとかで、最初はなんかこうトイレに行ってもお尻が拭けないわけですよ。でも自分で拭きたいじゃないですか、もう人に頼りたくないから、めっちゃ手とかつくんですよ。でもマジでショックで、めっちゃ泣いて、何この私みたいな。でもよく考えて洗えばいいじゃんみたいな、練習すればうまくいくでしょうみたいなとか、もうそこから一個ずつなんか自分のメンタルに自分で褒めてきたみたいな。いいよ、できるできる、で失敗してもいいじゃないみたいな。あの時いっぱい辛かったじゃないとか言って、あの40年間の方が負けゴールのないなんか道をずっと歩いてたような感じ、なんか居場所が欲しくて生きてたみたいな。へー、でもそんなの考えたら落ちるじゃないですか。シンナー中毒にもなったし、薬物にも手出したし。そんな時間ですか。ありますありますあります。だから小学校から家出してたし。え、どこで辞めれたんですか。それは本当に飲み屋に出会ったから。おー、そうですね。仕事に出会ったから。あ、で高校1年ぐらいまでの話だったんですね。そうです。で飲み屋を行き始めて、それ学校高校をダブったんで、でそれとダブってから辞めて、こう水商売行きながら高校に通って卒業したんですけど。ちなみにその熊本とかはやっぱ水商売とかやってると、そのヤクザ屋さんみたいな人たちの何かに巻き込まれることとかあるんですか。あると思います。ご自身はあるんですか。ないです。私はもう本当にその縦社会、家庭が縦社会なわけですよ。お父さんの言うこと絶対みたいな。でも私たまたま一番最後に生まれてきたわけじゃないですか。それが気に入らなくて。だからそのヤンキー部類でも縦社会が見えると私はもう抜けるんですよ。もう今日無理だから。もう家みたいなのは家だけでいいよ。そうそう。はあ、なるほどね。でも自由が好きだし、あのまあ、目立つのも好きだし、だから自分が一人で勝手になんかする選択をずっとしてきました。え、ちなみにその結婚してからもさ、そういったようなちょっとなんかその誰にも頼れないみたいな気持ちはあったんですか。さっき言ってたような、ですね、結婚してから、旦那が主乱になりまして、
だからあの水槽とか割れたりとか、それが小学校上がる前ぐらいだったんですよ。でその前からもう飲み行ったら帰ってこないし、全然手伝ってくれないって、でそれも何とも思わないんですよ私。まあ追って手伝わんぐらいなんだおらんがいいし、で仕事は頑張ってくれるんで。そうね、いや家に金は入れてくれるみたいな。そうだからもうそれで全然よくって、ただ主乱になったんでちょっとやばいなと思って、なんかそれでも飲み行ったらもう絶対帰ってこないでほしいって言って。あそう、帰ってくると暴れるから、うん、でそういう条件っていうか言って、でもしもその浮気とか誰かいるならもうどうぞどうぞって。へえ、私は常にそう思って、でも子供たちが私生きがいだったんで、そんな感じでずっと過ごしてきたみたいな。なんか好きとか嫌いとかじゃなくてみたいな、やっぱ共同体みたいな感じで思ってたんで、まあ女にバカみたいにお金を使うんだったらこっちから離婚なんだけど、そういう人じゃないっていうのを知ってたんで、ちょっとケチなんで、だから女につけ込むような人じゃないって分かってたんで、なんかそれだったらいいのかなって自分の中でもうルール。なるほどね。はい。今って娘さんたち何歳なんですか？中今高1、高2です。あ、どうなんですか、その中学校時代 その思春期みたいな感じだけど、そのお母さんちょっと大変じゃないですか、はい、反抗期とか来るんですか？そういうの。ないです、ないです。あ、もう逆にね、はい、やっぱ私別に反抗されること言ってないから、常に自分で決めなさいって言ってるんで、私がやりなさいじゃなくてどうしたいって聞いて、自分で決めたことはやってねみたいな感じなんですよ私。だってお母さんがママが言ったからしたよなんか言われたくないじゃないですか、人のせいにしないでよってなるから、とにかく自分で決めなさいって言ってて、だから反抗期とかないし、できるもんならやってみなっていう感じじゃないですか。結構ライバルって私も思ってるんで。そうなんですか。もちろんです、もちろん負けたくないじゃないですか。何に対処してるんですか。あの、私成長することが好きなんですよ、うん、心の成長とか、うん、人間的成長が好きなんですよ。なんかだから子供たちが頑張ってると、私もやっぱり何かに挑戦したい。頭はないから、学がないから、あの背中で見せるしかないわけ、うん、私の、そう、なんか挑戦、諦めないとか、この障害者になったって全然不幸じゃないよみたいなのとか、あの誰だって苦難はあるじゃないですか、ね、そんなのそうってことないよって言ってあげられるような人間になりたいんですよ。だから、あの義足で2年目で、あの熊本城マラソンに挑戦したんですよ。マラソンとか1回も走ったことないの。何キロ走るんですか。22キロでリタイアしたんですけど。あ、42.195 キロ走るつもりで参加してるんですか。じゃあ、いや、その時はまだあの2年目だったんで、そしたら初マラソン、人生だから子供たちが待ってる、まあ、14キロを目安に走ろう。あ、まあ、そうか、別に観察しなくてもいい。あ、そうです、そうです。私そんな完璧は全然いらないんですよ、うん、ただどこまでやれるかを知りたいみたいな。だから今回のそのホノルルマラソンは無制限なんですよ、時間で。子供たちも出れるんですよ。へー、はい、だから私は成人する前に私が背中でゴールを見せたいなという思い。完走を目指すわけですね。もちろんですよ。なるほど。あ、じゃあその娘さんも一緒にじゃあ出るって言ってくれるんですか。はい、はい、いいっす。よりいいというか、まさかハワイ行きたいもん。行きたいでしょ、多分。わかんないです。で、私がインスタグラムとかあの活動してて、それも最初はめっちゃ文句言われてたんですよ、やめてとか。あ、恥ずかしいみたいな。うん、やっぱ自分のお母さんが障害者と思われるのがまず嫌じゃないですか。だから学校に来てくれるなだったんですよね、はい、でしっかり歩け、手を隠せ、マスクはしろ、もうその3点セットなんですよ。ちゃんと歩いてとか、で手はもうあのウォーマーみたいなはめて、手隠してよ、見えとるじゃないねとか、でもう義足 もう見せんでってしょっちゅう言われてたんですよ。で最初はもうそうよねと思いながらちょっと遠慮してたけど、
どんどん私の心が許さないわけですよ。そんな、なんで隠してから。ママはママだけよかったよ、これで。みたいな感じで徐々に、やっぱり、ここで諦めたら、なんか、障害者が悪いみたいな感じになるじゃないですか。だからまず1ラウンド目としては、もうそこを戦うしかなかったわけです。ああ、それを、まあ、関係ないよって言って出し続けるとはい。だから関係ないよって言ってて、歩きたくないなら歩くなって言ってたんです。一緒に歩かんでいいって。そしたら、いや、そういう問題じゃないかい。どういう問題ねみたいな感じ、もうずっとそんなやり取りですよ、ずっと。やっぱり1年ぐらいは。だけど、やっぱり私も曲げれないから、うん、突き通したいから。やっぱマラソン走ってからが、やっぱガラッと変わりました。やっぱテレビで取り上げられてとか、その姿が見えるじゃないですか。そしたらお友達から、ママってすごいねって言われたらしくて、多分そこで多分スコーンって抜けたんじゃないかなっていうのはあるんですよ。やっぱどう思われるかがすごく不安だったって。怖いっすもんね、うん。まあ、それでなんかまあいじめじゃないけど嫌なこと言われたくないなみたいな。そうなんですよ。で、今の後から話してくれるけど、もうママがね大変なのは分かってたけど、それどころじゃなかったって。なんで私がこんな目に遭うんだって思ってたんですって。子供がママを考える余裕はなかったって。なんで私のママがって、私はどうしたらいいのって本当にそう思ってたんですって。だからやっぱその障害者を支える側の気持ちもあるよねっていうのを教えてもらったかなみたいな。でもじゃあ今はね、時間が経って一緒にこのマラソン挑戦してくれるようになるのっていいっすね、なんかね。そうですね、最高です。え、それ何月に走る予定なんですか？12月です。もう近い。そう、やばいんですよ。だからトレーニングしてるんですか？はい。それももう時間がないから、仕事もしなきゃいけないから、だから9時ぐらいから夜の夕方はあの TikTok ライブやったり、そうそう、食べてね、はあ、で送迎行ったみたいな。ちなみに今軽く走れたりするんですか？これでですか？あ、これ難しい。これは走る用の義足。これが走る用の義足はバネだと思う。あ、別なんあのオリンピックみたいな、はいはいはい、パラリンピック、あー、なんかあれです、あのロイター版みたいな、こういうやつ、そうです。ああ、なるほど。接触面とか見てみる。え、接触面って言うと、あ、こう、あ、こうなってるのか。これを必ず履く。これを絶対履かないといけないんです。なるほど。これはシリコンってことですか？はい。ここは中がシリコンなんで。ああ、なるほど。これに負けちゃうんですよ。なるほど、なるほど、うん。これって一人で作れるんですか？あ、そうです、そうです。私は、大体私は指がないんで、このボタンで、もうワンタッチです。へえ。これ、あ、外せるんだ、普通。うん、え、ちょっと待って。こうなってんの？差し込むだけで。こうなってんの？はい。いや、でもこれのセッティングはもう自分一人でできるんですか？はい。あ、すごいっすね。もう何でも自分でしなくても。え、これ柄は特注なんですか？これは、好きな生地？布？を持っていけば何でもやってくれます。やってくれます。なるほど。はい。はい。だから、この時代は絶対いいですよね。昔だったら多分。大変かもしれないけど、そう、こんな機械が進化してないから、今一人でどうこうするなんてちょっと難しいかもしれない。え、そのさっき言ってたそのマラソンのクラファンも立ち上がってるんですか？はい、先週のちょうどいつから始めたっけ、土曜日から始めたんで、もうすぐ1週間になるんですけど、まだ全然あのやり方わからないですか？え、いつからいつまで集めるんですか？それ11月の20何日まで、今からなんですよ。もうここ回ったりしてチラシ配ったりしようかなと思って。え、目標金額はいくらなんですか？100万円です。今いくらと思ってるんですか？今まだ17万円くらいいただいてますけどね。嬉しい。でもそれがあのホノルル終わったら、私も全国にその元気を与えになんか回りたいなと思って。あ、公園とか。そう。これでも需要あるんじゃないですか？なんか何もないけど、私元気だけはあるんですよ。電気と根性が。あと経験があるんじゃないですか？この状態で暮らしてきたっていう、ね。そうですね。それで中学生っていう一番面倒くさい時期の子供を育てたっていう。全然もうぐれなかったですかな。だからみんなからその子育てに関しては褒められます。
この私の娘がって、ドグラになりそうな勢いだったのに、みたいな感じで、めっちゃ言われるけど、マジで私、本当に多分、全力でしてきたんだよ、この子には。自分が、まず、してもらいたかったこと。親に、ね。自分がお母さんだったらいいなと思いながら接しました。自分が自分のお母さんだったら、もう子育て丸だなと思いながら、こうした方がいいかな、した方がいいかなって。で、自分が嫌だったら子供にもしないし、って思いながら、結構もうがむしゃらに戦いました。戦ってまではないけど。いいっすね。だからそういうのも、なんか、やっぱ、ねばならないのお母さんが多いじゃないですか。ちゃんと、なんとかしなければならないとか、なんかそういうのいらないって思うんですよね。お母さんが楽しく笑っとけば勝手に子供は楽しみを見つけるし、お母さんが人生大変なのよって言えばやっぱ人生大変なんだなって思うじゃないですか。で、私が見た光景が全然親が楽しそうじゃなかったんですよね、やっぱ。だから夢が全く持てなくて40年間で、やっと今年その全国回りたいっていう夢が44歳で初めて夢ができたんですよ、私。いいことですよね、うん、だからそういうのも伝えていきたい、いつからでも夢は持てるしみたいなのを伝えていきたいなっていう、なんかちょっと自分の夢ではありますけどね。めちゃくちゃいいと思う。なんか私はその今楽しいことに足も指もさほど必要じゃなかったんですよ。だから受け入れることも早かったのかなって思うし、うん、でもまたこれ貼っときますね、概要欄に。じゃあそのクラファンのページとか、何でキャンプファイヤーってやってるんですか。キャンプファイヤー。じゃあせっかくね、きっと見たら誰かね、お金支援してもいいかなって人きっと現れると思う。娘さんたちもこの出るのとかも最初嫌じゃなかったんですか、この顔とか出すのは。それは、いや、もうそれはもうずっとインスタとかで、はあ、仕込んできたんで。ああ、ちょっと言われながら、徐々に徐々に、うん、なるほどね。消してとか言われて消したり、今日は OK って言われて出したりとか。なるほどね。それをずっとしてきました。もうそれがこの子に繋がったんですか。そうそう、やっと大々的なポスターにやっと繋がりました。よかったですよ。はい、だからやっぱ諦めなければ叶うなっていうのを実践しました。できないことってなんかね、できないことは、ボタンがあんまり止めれないとか、チャックが閉めれないとか。なるほど。ぐらいかな。そういうのある。はい、だから不便だけど全然不幸じゃないので、笑っていきたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。またですね。はい、ありがとうございます。